こんにちは、ハーフムーンです。今回はほとんど縫わずに小さなお洋服を作っていきたいと思います。用意するのはスカートの布、身頃の布、5ミリ幅のリボン、布用ボンド、面ファスナーまたはスナップ、爪楊枝です。すべて100均で手に入ります。飾りも好きなものを準備してください。最初にこちらの超簡単バージョンの作り方を紹介します。まずは布を切っていきます。赤ちゃんの服は小さいので布はできるだけ薄い生地がいいと思います。私は鉛筆で印をつけてカットワークバサミで切っています。こちらのサイズで切ります。5ミリ布の折り幅をつけてあります。作るときは一時停止してご覧ください。まずスカートを作っていきます。布用ボンドを使っていきます。ボンドを爪楊枝に少量つけて1番の布の端につけていきます。4つの辺すべてを端から5ミリ折ります。この時爪楊枝を使って布に少しだけボンドをつけることがポイントです。つけすぎると後で硬くなってギャザーを寄せるのが大変になります。私は目分量で5ミリ折ってしまいましたが、心配な方はアイロンで折り目を作っておくとスムーズだと思います。次に身頃を作っていきます。2番の布の3つの辺を折ります。それぞれ端から5ミリを折ります。こちらが1番と2番を折った時のサイズです。端から5ミリ折るとこのサイズになります。次にスカートにギャザーを寄せたいと思います。糸を長めに取り玉結びをします。布の裏側から針を出します。まっすぐ並縫いをしていきます。赤ちゃんの服は小さいので比較的細かいギャザーの方がいいかもしれません。ちなみに私の縫い目を測ってみたら 2.5 ミリでした。最後まで縫えたので糸を引っ張ります。糸がちぎれないように少しずつ少しずつ寄せていきます。引っ張ったら裏側で玉留めをします。この時スカートの長さが 6.5 センチになるように玉留めしてください。これでスカートは完成です。身頃とスカートをくっつけます。2番の布の表の下側に布用ボンドをつけてスカートの真ん中に接着します。洗濯バサミで固定するとやりやすいと思います。この時身頃の高さが7ミリぐらいになるようにします。次に5ミリ幅のリボンを使います。私は手芸屋さんで購入しましたが、最近はセリアのドールコーナーにも売っていました。リボンを 6.5 センチにカットします。身頃の裏の上側に布用ボンドをつけてリボンをくっつけます。ちょうど真ん中にくっつけると端から 2.5 センチになると思います。リボンの端から5ミリに布用ボンドをつけてスカートの裏側にくっつけます。反対側も同じようにくっつけます。これぐらいの長さでくっつけるといい感じになると思います。スカートの真ん中に飾りとしてリボンをつけることにしました。リボンを結んで真ん中にくっつけます。私は不安だったので手縫いしましたが、布用ボンドでつけても OK だと思います。リボンがほつれてこないようにほつれ止め液をリボンの端につけておくと小さな子が遊んでも壊れにくいと思います。ほつれ止め液は100均でも売っています。最後に面ファスナーかスナップをつけます。面ファスナーの場合は布用ボンドで簡単にくっつけることができます。最近は大きなセリアのドールコーナーでも売っているようです。面ファスナーを手に入れるのが難しい場合はスナップもおすすめです。スナップは糸で縫い付けます。スナップは100均に売っているので気軽に入手できます。ということで完成しました。早速お人形に着せてみます。色違いでも作ってみました。ぜひ好きな色で作ってみてください。次に後ろまで身頃があるアレンジバージョンを紹介しようと思います。まずこちらのサイズで布を切ります。先ほどと同じように1番の4つの辺すべてを端から5ミリ折ります。その後並縫いをしてギャザーを寄せていきます。スカートの長さが 6.5 センチになるように玉留めします。ここまでは先ほどと全く同じです。次に2番と3番の布3つの辺を端から5ミリ折ります。端から5ミリ折るとこちらのサイズになります。
次に4番の布の端を少しだけ折って細い紐のようにします。その後布用ボンドで2番の布の真ん中にくっつけます。これはなくても良いですが、私は飾りとしてつけてみました。次に身頃とスカートをくっつけます。まずは2番をスカートの真ん中にくっつけます。その後3番をスカートの端にくっつけます。身頃の高さがちょうど7ミリほどになるようにします。次に 6.5 センチにカットしたリボンをくっつけます。身頃の裏の上側に布用ボンドをつけてリボンをくっつけます。この時ちょうどスカートと平行になるようにくっつけます。外れやすいので洗濯バサミを使って作業するとやりやすいです。表側にビーズの飾りをつけることにしました。黒いビーズを4番の布の上に縫い付けます。最後にピンクのリボンを真ん中につけました。面ファスナーをつけて完成です。お人形に着せてみます。後ろまで身頃があるので本物の服により近いと思います。ということで今回はほとんど縫わない洋服の作り方を紹介しました。布の色やリボンの組み合わせで雰囲気が変わるので、ぜひいろいろな組み合わせで作ってみてください。ではバイバイ。